1920年の人種区分。黒人。ネグロイドのほか、カポイド、パプア人、メラネシア人が含められている。戦国時代、日本に到来したイエズスカインなどの南蛮人たち。白人のほか、黒人も描かれている。サハライナンアフリカにおける黒人の人工学的、集中。黒人は、通俗的人種概念の一つで。 肌の色が濃色で黒に近い人種の総称。黒色人種。過去の形質人類学で言うネグロイドと同義に用いられる。ただし、ネグロイド以外にも肌の色が濃いオーストラロイドを含めて黒人と呼ぶことも多い。いずれも文化的、社会的、政治的に形成され、便宜的に使用される用語であり、生物学的分類として有効な概念ではない。 日本で黒人の記録が見えるようになったのは戦国時代のことである。当時南蛮人と呼ばれたヨーロッパ人は従者として東南アジアやアフリカのものを日本に連れてきていた。その数は決して少ないものではなかったとされる。天正圏王少年施設がアフリカに赴いたとき、一行は 今までにもあの黒いものらが我々の方へ渡って来るのをたくさんに見たことはあるがとの感想を残している。当時、東南アジア人やアフリカ人は肌が黒い人としてまとめて黒棒などと呼ばれていた。戦国時代にイエズス会巡殺士アレッサンドロ・バリニャーノが連れてきたモザンビーク出身の黒人奴隷は安家の名で織田信長が家臣に取り立てた。 アメリカ合衆国では黒人の同義語としてアフリカ系が使われる。この語は通常アフリカに出自を持つという文字通りの意味では使われない。例えば北アフリカのアラブ人やベルベル人を祖先とするものはアフリカ系ではない。アメリカ合衆国では黒人もアフリカ系も単に人種的特徴を表すにとどまらず奴隷の子孫という歴史と文化を共有した。 民族集団としての側面も持つ。デブラ・ディッカーソンは、黒人や、アフリカ系という語は、奴隷とその子孫に限定すべきだと主張している。従って、彼女の定義によれば、黒人発のアメリカ大統領のバラクオバマは、黒人ではない。1967年まで、いくつかの州では、先祖に一人でも黒人がいるものは黒人であるとする、ワンドロップルールがあった。 黒人と白人のハーフであるバラク・オバマやハルベリー、黒人のクォーターに過ぎないタイガー・ウッズなどが黒人とみなされるのもこの影響があるとされる。オーストラリアにはネグロイドはほとんどいないが先住民が黒人と呼ばれることがある。ありがとうございます。